まいちゃん始まりました。今日はあいにくの大雨、土砂降りです。皆さんこんにちは。実は先日ですね、私はニューアイテムをゲットしました。それがこちらです。じゃじゃん、ウクレレです。先週ですね、私の友達で萌ちゃんにも何度か出てくれていたまゆしが日本に本帰国になって、ウクレレぜひもらってくれないかということで、譲り受けたのがこちらのね、ウクレレになります。はい、私ウクレレは初めて弾きます。弦楽器で言うと高校時代にほんのちょっとだけバンドを友達と組んでいて、その時にベースを弾いてたんですね。で、ギターはなんか教室通ったりとかなんかいろいろやってたんですけど、なんか結局ものにならず、っていうのは私手が結構ちっちゃいので、このフレットを押さえるのがね、ギターはなんか限界を感じてしまいまして、で、それで結局挫折して、そのままだったんですけど、まあ、ベースはね、フレットがこう単音でこう押さえるっていう感じなので、こうコードでこう抑えるっていう感じじゃなかったので、なんかそれでベースはなんとかできていたんですが、で、今回そのウクレレを初めてチャレンジしてみようということで、なんかいろんなサイトとか見てみたら、本当に結構なんて言うんだろう、ギターとベースのいいとこ取りっていうか、手がちっちゃい人でもコードが抑えられたりとか、あとここのフレットの間隔自体がすごい狭いので、なんかすごい簡単に習得できそうだなっていう気がしてます。4弦しかないので、これベースと一緒で4弦しかなくて、ギターは6弦なんですけど、なので押さえる弦もそんなに多くなくて、で、それでなんかちょっとコードをいくつか覚えればなんか弾ける曲もあるっていうことで、1週間しか経ってないんですけど、なんか楽しく今ウクレレをマスターしようかなと思ってます。今日はですね、覚えたての4つのコードで、結構ね弾ける曲がたくさんあるということなので、4つのコードでどれだけ弾けるかチャレンジをしたいと思います。私が覚えたのは、まず C ですね。で、続いて A マイナーですね。で、続いて、F、 はい。で、続いて G、 はい。この4つのコードをですね、駆使して何を弾けるかなということでやっていきたいなと思います。まずインスタでもアップした日曜日の日曜日よりの死者、これをね弾けました。と、いきますね。せーの。このままどこか遠く連れてってくれないか、君は、君こそは日曜日よりの使者で、4つのコードだけで弾ける歌を、一覧を今見てるんですけど、これ弾いてみようかな。踊るポンポコリン。せーの。何でもかんでもみんな踊りを踊っているよ。お鍋の中からポワッとインチキおじさん登場。いつだって忘れないエイジ、違う、エイジソンは偉い人。そんなの常識。タッタタラリラ、ピーヒャラピーヒャラ、パッパパラパ、ピーヒャラピーヒャラ、パッパパラパ、ピーヒャラピーヒャラ。お？これはなんかもう、ん？ピーヒャラピーヒャラ、おへそがちらり、タッタタラリラ、ピーヒャラピーヒャラ、パッパパラパ、ピーヒャラピーヒャラ、踊るポンポコリン、ピーヒャラピー、お腹が減ったよ。おお、いけた。
い、すごい。ドルポンポコリンマスターしましたね。コンプリケイテッド。アブリル・ラビーン。コンプリケイテッド。コンプリ。懐かしいね。ウクレレでアブリルってなんか、ね、アブリル・ラビーンと言ったらアコギなイメージだけど、ちょっと面白そう。It's all be done before. And if you could only let it be, you will see. Like you don't, I like you that you the way you are. When we're driving in your car and you're talking to me one-on-one, but you will see. コンプリケテッドと違う、なんかうまく弾けませんでした。あ、It's My Life 弾けんのこれ。ボンジョビね。 It's My Love It's Now or Never I ain't gonna live forever I just wanna live ポーカーフェイス、レディー・ガガ、レディー・ガガ、レディー・ガガをウクレレで弾くって面白い。今日テイクオンミー。テテ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 。なぜかイントロが弾きたくなってきた萌さん。Too far, just shining away, baby, okay. マルーンファイブ。I don't mind spending every day out of corner in the pouring, pouring rain. Look for the girl with the broken smile.Ask her if she wants to stay a while and she will be loved and she will be loved はい、楽しいね。はい、じゃあですね、
今日はこの後、私が今まで練習してきた、ルージュの伝言、魔女の宅急便の主題歌のルージュの伝言をぜひ聞いてみてください。うまく弾けるかな？どうぞ。車に乗ったの。黄昏迫る街並みや車の流れ、横目で追い越して、あの人はもう気づく頃よ。バスルームにルージュの伝言、好きな恋を早く諦めない限り、うちには帰らない。不安な気持ちを残したまま、街はディンドンと下がってゆくわ。明日の朝、青から電話で誓ってもらうわ、マイダーリン。はい、いかがでしたでしょうか。ちょっとこの手でリズムを取りながらっていうのはまだ難しいなと思ったんですけれども、これから練習してウクレレマスターになっていきたいなと思います。皆さんも4つのコードだけで簡単にウクレレ弾けますので、ぜひチャレンジしてみてはいかがでしょうか。というわけでありがとうございました。次回の萌ちゃんは、シンガポールでもお花見、桜フェスティバルに行ってみたの巻だよ。お楽しみにね。頑張るママとママを応援する人のためのママズオンラインサロン、声のブログ、ボイシー移住ラジオ、詳細は概要欄からどうぞ。